はい、どうも、YouTube です。いやー、リーグが始まってしまいました。さっきやったんですけど、参りましたで、今回ね、リーダー秘密バトルってことで、まあ、リーダースキル発動率アップなんで、まあ、普段ね、こっそり裏に隠しておいているヒドラをね、リーダーにして、ちょっとヒドラにたくさん再生してもらおうっつうわけで頑張ろうとしているんですけども、勝てませんと。はい、相手のリーダーは、知らん、何でしょうかね、剣士ですかね、多分。俺秘密バトルさ、嫌いなんだよね。ただでさえさ、相手の何リーダーをさ、知っておいてさ、それに対策しながら勝たなきゃいけないんで、俺は。それができないっていうのがね、あまりにも厳しいんで、どうしようかなっていうところなんですけども、もっつって取っちゃって、はい。でまあ剣士負けはしてると思うんで、絶対に相手の剣士に対して剣士は出しちゃダメ。バルーンガールがいうこの場がめんどくさいのも出てきちゃったんで、どうしたもんかといったところ。じゃあウルフ上に来てほしいかな、せめて。そう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 、絶対今相手の剣士をマジ見過ごしちゃダメ。シリファーも来てんのかな、シリファーね。はい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 、絶対に相手の剣士を見逃さない、本当にね、マジで。お前が今じゃね。どうしようかな、剣士来てない上から、来てないよ。大方来てたね。大方戦はなんとか制したんで。いや、めっちゃ弾ねえ、やべえ。ちょ、こんままね、鳥を取って、オッケー、ヒュガラもいるから、ここからどうやって勝つかなんだよね。今の俺の強気は631しかないからめちゃくちゃ弱いんだよね。さすがに勝ったと思うんだけど。よく殺せ。行ってこーい。いやー、落としきりてー。俺のこの原始人剣士も頑張ってるから。OK。この剣士の好きいいよね。完全に原始人じゃん。もう。さあ、いくつもらえるか。俺下がってるからね、強ピー。631だからね。頼むよ。美味しい。ああ、美味しいわ。強ピーっつうのは下がるとこんなにももらえるんだね。びっくりしたな。いや、てか、いやー、なんかさ、今回あれらしいね。その、引き分け判定勝利がないんだってね。やめない？もうさ、いいじゃん。引き分けでもさ、砦たくさん取ってた方がさ、もう一回やれるっていうさ、このシステム大事だと思うんだけど。騎馬兵の音がするね。騎馬兵の音がしたら、ちょっと嫌なんで。金バッチかな？ま、血統師がいてよかった。ドローでもさ、別に良くない？騎馬兵じゃねえわ。ま、取れるんすわな。ま、取れるんすわな。いやー、デビルがいいんだね。あ、強すぎ、キバ強すぎ、あー、キバ強すぎ、あー、キバが強すぎ、キバ強すぎ、キバ強すぎ、あー、キバ強すぎ、キバ強すぎ。あー、血統師強すぎ、あー、血統師が強い。あー、ハート、あー、強すぎ、あー、血統師が強い。もう一回はさすがに箱にしてくれない。これダイナマイト二回重ねないと死なねえよ、敵。さすがにやれた。チクリ死に際に箱にしていく、ケットシー。やらすぎ。とりあえず第一、チームメタを発動させまして。あれ俺の剣士優しすぎ。あ、上に行け、あ、もう行きましょう。うん。これさ、動く。よーく動くねー。いやー、これやばいかもしれない。騎馬兵ごっこやめない？マジで。トロールさんがいるんだ。びっくりしちゃう。さあ、コストを使いすぎている。
気づけばコストがなくなっちまいます。これじゃあこれちょっと引こうか。もう勝てる気しないんで、もう白前もうガンガン。さすがにこれ、オーケーオーケー。あー、待って、やばくね。いや判定勝利もらえないんだって。いやね、白ダラはね、勝つ上でね、楽しくやらないとね、勝てないんでね。俺は楽しくやるよ。楽しくやっときゃね、勝てるから、このゲームは。ほんとに？ベタが楽しくないよ。楽しくない！ベタがいないと楽しくない。さあ、相手のアイコンがね、光ってるのには、まあ、気づいたら負けと。はい。その剣士4体出すんだね。オッケー。いってーけー。ぶっ飛ばない。重なってる。ちゃんと偉すぎる敵が。呼び。呼び大砲ね。おお、なるほど。さ、砦はね、もうガン取れてるんで。ラストはヒュダラの首だよね。パクられちまうからさ。パクられちまうんすわ。ケッティとか、メタがいないと。最近、だからもう、やだなぁ。俺がさ、ケットシーとかメタとか持ってない時に限ってこういうの出てくるんだよ。もう、だいぶコスト使っちゃってる。強すぎ、アシュラ。アシュラやばすぎ。いや、アシュラやばすぎる。アシュラに6個使ったんだけど。いいよ、俺もうフォアが行って。さあ、ベルドラガーレス。やばすぎるなぁ。ちょっとそれは相当。いやー、後ろのアシュラまで白花行ったの、それでかすぎ、やらすぎ。さあ、あとは、いかにヒドラ、なんか、やばいやついるね、なんか。いやー、なんかでもサイクロ、あー、ビームいっちゃった。あー、ビームいっちゃった。撃たれちゃった、ビーム。ゾンビいない？ゾンビはね、聞いたんで、僕、ゾンビ化、スケルトンのゾンビ化しないで聞いたんで。ゾンビ？あれ、強くない？ゾンビ。あれ、勝たして。勝たしてくれ。そう。一発！これは入るっしょ、さすがに。おーい、オッケー。まあ、しっかりアビリティにもね、もう勝っていくと。はい。私、いくつもらえるんですかねって言うだけでございますけども、はい。まあ、完勝でしょ？通票折り目低いでしょ？ 30 はちょっと欲しいかな。さすがに欲張りすぎ？欲張りすぎだね。全然いい。さあ、ほな、お相手はリーダー秘密バトル。あー、そう、オッケー。まあ、ただ、砦をね、削ってくれるよっていうキャラがいないんで、ゴーストしかいない、ゴーストしか。いっぱい出すね。何体出てる？ 5 体出てない？ 4 体？わかんないわ。5体いるね。さあ、ゴーストが消えたが、しかし、フリーと、さあ、美味しいってやつですね。こうできるんで。さあ、謎の後方支援剣士。雨雲ザウルス。雨雲ねー。全部ね、金消えるんだ。さあ、消えたが、ゴーストが。偉いが。さあ、無敵なんで鍵出されようが何されようが。痛くもか、痛い。ゴーストは消えたのが終わっちゃったんで痛い。ちょ、金木さんどう止めるか考えたかったわ。
1000-7 はって。はい、99で3ですね。止まんないね。ちょうどいきます。止まんないんだよ、金木くんが。金木の兄貴が止まんないんで、ここいきます。止まりそう。あ、止まっちゃった、金木くん。意外と。びっくりしちゃった。この方がスルーします。ごめんなさい。ガバガバのプリングで。勝ち狙ってません。これが、上のさ、てか、きついなぁ、これ。なんかワンチャンゴースト、俺ゴーストの好きにね、ワンパン配慮にね、すげえダサく、なんかもう、あれしたから。もう、静かなやつにした。さあ、首が入ったっつうことは、あと何するかって言ったら、もう単純明快、守る。あとは守るよ。もう必死こいて守る。守れば、いい。ちょ、ゴーストが、そう、消えたね、偉いね。シャドウのゾンビをどうにかしたい。どんなもん削れてる？意外と削れてないね。消えてくれー。消えてくれー。頼むから。うおぉ、危ねー。危ねー。ゴーストがちょっとでも、危ねー。危ねー。おぉ、危ねー。オッケー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 。いや、さすがゴースト。こいつがゾンビになってたらしい。ワンパン。あー、17。あー、点差17、美味しい。さー、だば。いや、強い。最近メタ調子いいね。すぐ来てくれる。さあ、やっていきましょうか。相手の名前は、ブランチ。ブランチの意味はね、知りません。なんかあれじゃない？イタリア料理とかじゃない？撃っちゃうよ！本当はね、バーサーキーがいたんだね。なるほどね。バーサーキー隠しはどうなの？有効？しか取れるとして。さあ、札が似ている。札が似ているな。だから、さあ、レッドドラゴン、そのレドラね、実に、おわー、変なのがいるよ。お母さん、サーキュバスがいるよーい。いや、待って、ミスったな、これ。ワールフ2体でよかった。じゃあ、で、さっきあれね。いや、メタがいて、ほんとによかった。ゴーストがいないんで、フォア側を出して壁張ろうにはできないんで、ただ、そのさっきやつもう無理なんで、行きまーす。いってらっしゃい。そう、許さない芸人でしょ？そこの位置のね、レドラね、実にありがてえってやつですね。あー、気持ちいいわ！さすがに白羽刺さらない。だからここまで削れちまえばこっちのもんって言おうとしたけど、レダルはちょっとさすがに高い。そのプリキュアばくね。ヒュードがさすがに慣れるっしょ。そのプリキュアは。一発でいいんだって、一発で。そう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 。サイクロガールズ。何プリキュア出したバサーク。厄介。サイクロどうするか、つうか。サイクロどうするか、てか。サイクロ無視でいいか、もう。前に。取られていく。取られないでいく。さあ、ちょ、こっから守ろう、じゃあ。やばくねえ、なんか。やばくね？あ、待って、黙っちゃう。いや、ちょっとさ、あれなんだけど、何？リーダー秘密バトルだしさ、その何？あれがないじゃん。その、点差で勝利みたいな。厳しいです、上さん。せめて点差は、点差で勝利はください。じゃあ、リーグチケットがなくなってしまいます。というわけで、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。